マーク・マグワイア、マーク・デビット・マグワイア、マーク・デビット・マクガイア、1963年10月1日体は、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロサンゼルス軍ポモナ出身の元プロ野球選手、一塁手、右投げ右打ち。現在は、MLB サンディエゴ・パドレスのベンチコーチを務めている。別称は、ビッグ・マック、ビッグ・マック。 歴代2位の新人シーズン本塁打記録を持ち、2位、サミー・捜査とシーズン最多本塁打記録争いを繰り広げて、当時の新記録となる1シーズン70本塁打を放ち、通算583本塁打引退当時歴代5位の実績。1月12日にセントルイス・カージナルスの打撃コーチ就任に際し、1998年を含めて一時期。 アナボリックステイロイドを使用していたことを告白した。弟のは元 NFL の QB でシアトルシーホークスやマイアミドルフィンズでプレーした。時代は投手としても登板していた。の MLB ドラフト8巡目全体199位でモントリオールエクスポズから指名されたが契約せずに南カリフォルニア大学へ進学した。大学進学後に 本格的に野手転向し、には第12回日米大学野球選手権大会のメンバーとして来日にはロサンゼルスオリンピックで公開競技として行われた野球競技にアメリカ代表として出場し銀メダルを獲得している大学時代はランディ・ジョンソンとチームメイトだったの MLB ドラフト一巡目全体10位で オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。8月22日にメジャーデビューし、2話、当時の MLB の新人の本塁打、記録38本を上回る49本塁打を放ち、本塁打を獲得するとともに、満票でアリーグ新人王に選出された。からまで4シーズン連続で50本塁打以上を放つ。その打球速度の凄まじさは、北正曰く、 マグワイアが打席に入るたびに危険なので三塁コーチがフェンス際まで避難するほどだったというアスレチックス時代はチームメイトのホセカンセコと共に本塁打を量産しバッシュブラザーズと呼ばれたシーズン途中の7月31日にセントルイスカージナルスへ移籍するこの年のアリーグナリーグの HRO はそれぞれ54本のケングリフィージュニア 49本のラリーウォーカーであるが、移籍前に34本、移籍後に24本の計58本を打ったマグワヤはリーグをまたいで移籍したため規定により、HRO とは認定されなかった。2は、サミー捜査とのシーズン最多本類打記録争いを演じ、最終的に1シーズン70本の当時の新記録を達成し、 捜査と共にスポーツイラストレーテッド氏のスポーツマン・オブ・ザ・イヤに選出される。同年にロジャー・マリスのシーズン61本塁打の記録を破る試合にマリスの一族を招待した。この年の75本塁打ボールは翌年1月のオークションにて305万4千ドルで販売され、オークションにおける史上最も高額な野球に関する取引としてギネス世界記録に認定された。 当時のマグワヤは、ランディ・バーンズが、金メダルを剥奪されたアンドロス・テンジオンを使用していたが、MLB では禁止されていなかったことと、野球メディアも、マグワヤを擁護する論調を転したことから、記録に疑問を持つ人は少なかった。しかし、道義的に良くないと追求されたため、翌年から薬物をやめた。チームメイトだったホセカンセコはその著書、禁断の肉体改造の中で、 マワイアは、本当は、すでに当時から同義的に使用を問題視されていた、アナボリックステイロイドを使用しており、その隠蔽としてのリークであったと指摘している。前後も主に、レイランクフォードとブライアン・ジョーダンが固めた。もう65本塁打を放ち、本塁打王となったがいずれも、故障のため、出場試合は100を切り、2001年限りで引退した。ただし、 最後の2年も100に満たない出場試合数ながらも30本前後の本塁打を放った。3月のメジャーリーグベースボールのドーピング問題で、米議会で承認関門された際、薬物使用を問われ、過去の自分の行為は現在のスキャンダルとは無関係なのでお答えできませんと涙混じり議員に懇願した。法律上は、 当時の薬物疑惑は偽証罪に問われるかどうかの問題であるため目標権を行使すればバリー・ボンズのように法律上起訴されてしまうことはない。しかしながらここで目標したことで1990年代後半の本類だ量産はドーピングによるものであったことが世間一般の見方では確実視されてしまうことになる。ドーピングが大きな問題になる前は電動入り投票の資格を L2007 年で確実に電動入りすると見られていたが、この影響で評価は急落。545票の記者投票のうち23.5%の128票しか集めることができず、以後も風当たりは厳しいため電動入りは困難と見られている。マグアヤ自身は電動入りに関して私には入所する資格がない。私は間違ったことをした。一生、 罪を背負って生きていくしかないと語っている。1月12日、フルスカージナルスの打撃コーチ就任するにあたり、愚かな過ちだった。絶対に、ステロイドに手を出さなければよかったし、心から謝罪する。使わずに高成績の年もあれば使ってもダメな年もあったが、ともかくやるべきではなかったと、ステロイドを使用していたと認める声明を出した。 声明によるとのシーズンオフから使用を始めに故障してからは本類打記録を更新した1998年シーズンを含めて早期回復と再発防止を目的にステロイドを使用したとされインタビューでは記録目的ではないと答えている11月7日ロサンゼルスドジャースの打撃コーチに就任したドジャースのチーム打率をなりリング全体2位に改善するなど貢献 二年連続地区優勝を後押しした。彼はサンディエゴパドレスでベンチコーチを務める。彼は多くの面でベーブルースと比較され、1990年代のルースと称された。元投手であり、体格にも恵まれ、9.42打席に一本の割合で本塁打を量産する面がルースと似ているとされた。彼は低めの投球をゴルフの要領でい上げて、 本塁打を打つことを得意とした。その分コース高めのボールに弱く、三振数と死球数が共に三桁に達することも少なくなかった。国際遠征試合には否定的で日米野球にも一度も参加しなかった。理由は航空機などの事故にあって貴重な戦力を失ってしまったらどうするのだというものだった。ただし大学時代に 日米大学野球選手権大会で来日して出場の経験あり。また引退後にはドジャースのコーチとして MLB2014 年シーズンのオーストラリアでの開幕戦に帯同していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。